はい、というわけで今期学院やっていきましょう。今回はこんな感じにエリカちゃんですね。あとこちらのリンちゃんの誕生日イベントが開催されています。こちらちょっと早めになってますね。で、アップデート後に少しなんか不具合があったみたいで、こんな感じに修正されています。まだ不具合が少し残っているものがあるようなので、こちらツイッターなんか確認してみてくださいね。これですね。で、今回からこちらですね、シナリオ第11章が追加されています。あと長州藩の追加分ですね。で、こちらの11章も長かったんですけど、こんな感じに11章もかなり長めになってますね。20話まであります。こちら熱エネ系ですね。学院を3名結構要求量が多くなってきましたね。あと敵が少し強めになっているので、それなりに強化しておいた方がいいですよ。ではやっていきましょう。よし、ボスチャレンジいきましょう。これですね。いけるかな。で、道中新しく追加された根気が敵に出てくるんですね。ああいう紹介もなかなか面白いんですね、いつもね。これはいけるかなですね。いけそうですね。ヘルとナイトメアは僕のレベルだとちょっとですね、まだ戦力不足ですね。もうちょっと精進します。強化していきましょう。前回長州派できなかったんですけどね、初解放やってみましょう。どういう感じになるのか。これですね。結構低ランクだと集めやすいですよね。ではやっていきましょう。なんか背景が物々しいですよ。やっていきましょう。どういう感じになるのか。よっ。これですね。こういう感じになるんですね。いきましょう。はい。あ、かっけえ。お、新しいスキルですね。隠しブロックっていうスキルを覚えました。これで長州派ですね。あ、イラストがなんかいい感じになってるな。いいですね。まだ声は当ててないんですけどね、こういう感じになってます。イラストがいいですね。これかっこいい。これですね。これが長州派の完成形になります。これなんかそれでね、スキルなんかもめちゃくちゃ強いらしいですよ。あの、他の人の動画なんかも見させていただいたんですけど、あれは PVP で当たりたくないな。めちゃくちゃ強いですよね。よし、ありがとうございます。無事解放できましたよ。確かこのキャシーちゃんも解放できるんですよ、僕。これですね。これですね。これも解放しちゃいましょうか。解放しちゃいましょう。ちょっとお高めになってます。2つ追加しちゃいましょう。これですね。4000になってますね。よいしょ。これですね。この後ろのこれは何なんだろう。やっていきましょう。はい。これですね。よっ。さあ、どうなる。うわー、かっこいい。こういう感じ。あ、ここちょっと隠しておきましょうね。よし。これが完成形になります。いいですね。もうイラストかっこいいですよね、毎度ね。あと、募集もですね。あ、これもいいな。このカミラちゃんのこれもいいですね。ライラですね。今回はこんな感じでした。まだまだ進化しますよ。こちらも追加されるんですね。長州派専用のアイコンなんていうのも手に入るみたいです。これは面白いですね。ちょっと今までになかったケースですかね。追加しちゃいましょう。はい。これですね。あ、称号も手に入る。こういうことなんですか。なるほどな。ではちょっとルリちゃんを変えさせていただきましょうかね。あ、なんか一つで、この二つだけめちゃくちゃ目立ちますね。これですね。ちょっとじゃあ付け替えてみましょう。あ、目立つ目立ちます。はみ出てるな、これ。なるほど、こういう感じになるみたいですね。これは嬉しい特典ですね。そうか、そうか、こういう感じになるんだ。
よし。